はいどうも、ミニマリストたけるです。本日はサホさんのお宅にお邪魔しておりまして、今回の動画ではサホさんのお気に入りのものと、あと僕自身が気になったものを今回の動画で紹介させていただければと思いますので、お願いします。お願いいたします。はい、多分ご存知の方多いと思うんですけど、念のため自己紹介をお願いします。はい、サホと申します。 YouTube でミニマリズム系の動画を配信しております、はい、お願いいたします。はい、お願いします。サホさんの YouTube チャンネルのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひご興味ある方は覗いてみてください。ということで、昨年の秋頃にも一回取材させていただいたんですけども、また改めてこちらのお部屋の間取りだったり広さっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど。はい、こちら 1K で広さは約8畳です。8畳ですね。で、お二人暮らしということなので、はい、まあ非常にコンパクトに小さく暮らしているわけなんですけども、まあ、そんなサホさんがお気に入りのアイテムだったりとか、僕自身がミニマリストにおすすめだなと思ったアイテムで、あとちっちゃな暮らしならではのものも今回の動画で紹介できればなと思いますので、お願いします。お願いいたします。はい、ということでサホさんよろしくお願いしま す。はい、まずはじめにサホさんがお気に入りなアイテム11個ご紹介していただこうと思いますが、はい、はい、まず1個目は何でしょう。はい、この部屋の唯一の大きめの家具がこちらの、はい、はい、ネストテーブルなんですね。で、はい、これは前回来ていただいた時もあったんですけれども、はい、うん、これ一つと、はい、実は今日はちょっと棚にしておりまして、はい、こちらですね。たくさん布団があるんですが、ここにもう一個あります。はい、こんな風に使えるんですね。あ、そうなんですね。まあ、要はこの字の木ですね。はいはいはい。ミニチュアがここの中に入って、その上にこう大きいのが、なるほど、っていう形ですけれども、はい、うん、まあ、これは色も好きですし、はい、あと用途が棚で使えたり、うん、ご飯を食べるときはこれを出して使えたりっていうのが、はいはいはい、たくさん用途があるので、ここがお気に入りのポイントです。なるほど、確かに何か床の色とマッチして、壁の色とマッチして、確かに、はい、いいですね、いい感じ。はい、で、普段あのお二人で暮らしてるってことじゃないですか、はい、お食事するときってどんな感じで食べてるんですか。結構あの決まってなくて、ランダム。そうなんです。例えば、まあ、今日とか昨日とかは、昨日は、はい、L 字っぽくして、おお、なるほど、はいはい、でここと、はい、ここに2人人がいて食べる、あまりこういつもこの形で、はい、食事っていうふうに決めてないので、うん、その時々で、はいはい、変えられるんだ。そう、そうなんですよ。なるほど、いろいろなんです。だからいい意味でお部屋の雰囲気が結構まあ一日一日変わってくるし、まあ、その恋人同士夫婦同士とかで、まあ、マンネリも防げるかもしれないっていう。そうかもしれない。そう、いつも同じお部屋とかだとね、うん、そうですね、そう、配置が違うことで結構雰囲気変わってくる。変わりますからね、確かに、はい、そういうメリットはあるかもしれない、はい、そう。ネストテーブル結構以前サホさんのルームツアー動画出した時も結構ご好評で、うんうんうん、そう、やっぱコンパクトに収納できるっていうのが一番僕にとってはいいところかなのかなと思ったんですけど、サホさんの中では何が一番良かったですか、買って。ああ、そうです、今おっしゃっていただいたコンパクトになることもそうですし、うん、はい、うん、あとはこの無駄のないデザインが好きです、うん、そうですね、うん、いや、ほんとなんかミニマリストっぽい机ですよね。そうなんですよね。そうそうそう、だからね、まあ、例えばお一人暮らしとか、まあ、同棲中の方、うん、夫婦二人暮らしの方とかでね、こんな風にすっきり暮らしたいっていう方は結構おすすめのアイテムですね、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、では続いて2つ目お気に入りのアイテムは何でしょう。はい、それがですね、はい、こちらです。お、何ですかこれは。これスノコ、はい、スノコベッドっていうんですかね、スノコなんですけれども、はい、と普段は、うん、今日一番広いバージョンでセットさせていただいて、あ、なるほど、はい、ありがとうございます。普段はこのスノコをガッと引いて、はい、その上にこのベッドマットを置いてるんですね。はいはいはい、私はベッドマットじゃなくても正直いいんですけれども、うん、はい、まあ相手の意思を尊重して、なるほど、はい、これはキープで置いてるんですけど、はいはいはい、もっと前はベッドマットを直に床に置いていたんですね、はい、はいはいはい、であの毎朝こう立てかけるっていう生活をしていたんですけれども、うん、はいはい、やっぱり梅雨の時期とか、うん、ずっとマットを置いておくのには抵抗があって、はい、でも、はい、毎朝あげるのってちょっと手間なんですよ、手間ですね、はいはいはい、でそれを解決してくれたのがこれで、はい、これだとちょっと高さが
があるので、そうですね、通気がまずいい感じ、はい、3センチから5センチぐらいの厚さがありますよね。そうですね、ありますね、はい、なので、まあ、ある程度置いたままにしてても、うん、こうカビが入ったりっていうような心配がまずないのが、なるほど、いいところ、そういうことですね、うん、なんか家事が楽になりそう、あ、確かに、そのベッドを上げる手間とかを少なくしてもいいってことですもんね、うん、要は。かといって、うん、ベッドを置くとなってしまうと、はい、ちょっと重いんですよね。あ、確かに、はいはいはい、でこれだったら一応私一人でも丸められるし、うん、で立てかけることができるので、はいはいはい、ベッドがあった時って、はい、ベッドをどかしての掃除はできなかったんですね。めんどくさいし重いし、ちょっと一人じゃできなかったので、そうですね、はい、でそれをがこれにしたおかげで、おベッドの要素も保ちつつ、はい、掃除もしやすい。あー、なるほど、はいはい、そこがおすすめポイントってことですね。まあ、今回その取材のために、まあ、こんな風にお部屋を広くはい、してくださったんですけど、まあ、こんな風に、まあ、あのスノコとかもちゃんと丸めて収納もできるし、まあ、お掃除する時とかも、まあ、こんな風にしてお掃除がしやすくなってるっていう感じですね。そうですね、さすがに毎日こうは立てかけはしないんですけれども、はい、月1ぐらいで1回こうガッと上げて、はい、床を全部端まで綺麗にするっていう感じですね、はいはいはい、では続いて3つ目のお気に入りのものは、3つ目はちょっとじゃあこちらいきます。はい、こちらのバスケットではなくて、はい、この中に入っているこちらです、はい、こちらは何でしょう。ヘアアイロン、はいはいはい、以前来ていただいた時も持っていたんですけれども、はい、それを買い替えという形でこちらを買ったんですね。はいはい、はい、で私年明けに前髪を作りまして、うん、はい、昔は分けてたってことですよね。そうそうなんです、はい、分けていた時はただ髪の毛をストレートにするだけで良かったんですよ、うん、はい、で前髪を作ったことによりちょっとこうカールさせたい日が時々あって、はい、でもそうするともともと持っていたストレートアイロンにプラスカール用を買わないといけないから2個になっちゃうんですよね、うん、で収納があまり大きくないので、はい、どうしようかなって思っていた時に出会ったのがこれです、うん、これ一つで二役できます。へ、すごいメジャーなビダルサスかな。なるほど、メーカーがこれ、これです VS って書いてあるビダルサスーンかな。普通に電気屋さんで買えるものなんですけど、おー、はい、で使い方としてはまずこのロックを外すと、うん、こうなります、はい、でそうするとストレートアイロンですね、お髪の毛をまっすぐする、はいはいはい、なるほど。でさらにこれをロックをかければ、うん、今度はカールですね、髪の毛がカールするようにも使える、なので一つで2役、なるほどなるほど、活躍してくれるアイテムです。おお、なんかそんな風にね、やっぱ多機能なものとか一つで二役三役買ってくれるものがあるとだいぶスペースもすっきりしそうですね。便利ですね。おお、なるほど。これちなみにおいくらぐらいだったんですか。でも3,000円台。あ、結構安いです ね, ですね、はい、おお、なるほど、まあ、ぜひ気になる女性はぜひ買ってみてください。はい、はい、ありがとうございます。いということで続いて4つ目のお気に入りのものは、ではクローゼットに、はい、行きます。私の動画でも何度か紹介しているんですが、はい、こちらのバッグですね、軽いカバン、結構これあの私の動画で取り上げた時も、はい、結構いろんな方がこちらを買いましたと、はい、あ、本当ですか。結構コメントいただいて、もしかしてサコさんのチャンネルで一番バズった、あ、そうです、あの8万回とか9万回とか再生された。そうなんです。あ、これがそれなんですね。これの紹介をした動画、そうです、去年を一番見ていただいた、すごいですね。何が良かったんですかね。分かんないサコさんの中では何が一番良かったですか、これを買って。このバッグはやっぱり軽さ、軽さ、そんなに軽いんですか。一回持ってみてですか。空っぽの状態で210で、今ちょっと物入ってますけど、それでも、あ、でも軽い軽い、全然軽さなので、で軽い割にここのマチっていうんですか、はいはいはい、があるので思ったよりも物が入るんですよ。おお、なるほど。サボさん普段どんなものを例えば入れてるんですか。普段はこれ入れっぱなしにしちゃってるんですけど、はいはいはい、まあ、携帯が入っていて、あとこの、おここでいいですか、ね、あ、全然大丈夫です。サングラスでリップとか、はいはい、でエアポッツプロ、はい、お財布、おであと鍵。なるほど。いや、持ち物もすごいミニマルだそうですね、はい、
プロも買ったんですね。あ、AirPods Pro。 そうなんです。はい。買いました。なるほどなるほど。おすすめです。おすすめ。はい。これあまりにもおすすめすぎて定番かなと思ったので。確かに確かに。今回は入れてないです。でも大体ミニマリストさんでね、おすすめのアイテム。皆さん。はい。定番化だから。そうなんです。あえて外しました。はいはいはい。で財布もすごいミニマルですね。そうなんです。これもおすすめアイテムの一つなんですけど。あ、はいはい。後でご紹介する予定だったやつ。あ、なるほど。そのまましちゃいます。あ、そうですね。はい、お願いします。これも前回この動画の時から引き続き使ってるんですけど、はいはい、アスメテルっていうところが出しているお財布で、ビスポジポケット財布っていうものなんですね。ほうほうほう。で基本は私キャッシュレスで生活をしているので、はい、カードが3枚とあとここに挟むものが挟む用になっていて、うん、私はちょっとここにお札を入れてます。はい、あとレシートをもらった時にレシートをここに挟んでます。うん、すごい細いっていうか薄いですね。薄いです。ここにはちょっとこう あの、はいはい、万が一現金を使った時にもらうおつり、はい、うん、小銭とかぐらいのチャックがついてスペースがあるんだ。これ良かったですね。おすすめで。なるほどなるほど。いやこれいいですね。うん、はい。でまたちょっとカバンの話に戻っていいですか。はい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 、すいません。はい、これ普段佐保さんはどういう時に使うんですか。お仕事とかプライベートとか。今は週7でこれ使ってます、ね。うん、あ、もう仕事に行く時もプライベートの。あ、なるほど。時も。あ、じゃあからもう普通に仕事の時にもプライベートの時にも使える、兼用で使える。そうですね。なるほど。だからなお一層、まあ、カバンとかも無駄に持たなくてもいいし。あ、そうですね、いいですね。はい、で軽いし、うん、おー、なるほどなるほど、おすすめですね。これはおすすめです。はい、ありがとうございます。はい、では続いて6つ目のお気に入りのものは、はい、これは、はい、ものというかやってよかったことにも当てはまるかなと思うんですけれども、はい、うん、はい、私去年の秋ぐらいに、はい、パーソナルカラー診断と骨格診断っていうのに行ったんですね。うん、はいはい、でパーソナルカラー診断っていうのは自分の肌の色をタイプに分けてくれるもので、うん、はいはいはい、まあ、骨格診断っていうのは骨格がどういうタイプかっていうのを見てくれるっていうものなんですが、うん、はい、でそこに行ってカラーの方ですね、パーソナルカラーの方で見ていただいた時に、うん、はい、あの私だけの似合うカラーパレットというか専用のものを作っていただいて、はいはい、それがお気に入りのものの一つですね。なるほど。これが全部似合う色ってことですか。うん、まあ、これ銀色のシールが貼ってあるんですけれども、はい、この銀色のシールが全部丸についてるのは、はい、一応私の肌にはすごく合っているっていうものですね。はいはいはい、でそのお隣にあるのが、うん、ほどではないけれど、うん、でもあの似合いますよっていうのがこの列、はいはい、なるほど。でさらにその次がこの列といったいう具合 で、はいはいはい、でこれパッと見ると全部の色があるように見えるかも、はい、うん、見えますね、知れないんですけれども、はいはい、あの実際は同じようにサマーじゃない方で作ると、うんうん、絶妙に色味が実は違って、でサマーがここのグループなんですね。わかります、絶妙に色味が違う。まあ確かに確かに違いますね。これをいただいてから、うん、洋服を選ぶときに、うん、結構基準にしています。この中で特に好きな色、はい、おー、なるほどなるほど。例えば以前僕が取材した時とはまた違って服が変わった、うん、あ、そうですね、服の色味枚数はあまり変わってないんですけど、はい、うん、来ていただいた時前回は、はい、多分ほとんどトップスはオールブラックだったと、なんか黒が好きとかおっしゃった気がする。はい、オールブラックだったんですけど、これこちらに行った時に先生に、うん、あの、はい、黒はあの好きかもしれないけど、うん、肌にはあまり合わないっていう風に言われて、はい、まあ、黒は好きなんですけれども、うん、まあ、でもどうせなら自分の肌に合う色の方がいいなと思って、はい、あのちょっとずつこう切り替えのタイミングごとに黒じゃないものを選ぶようにして、はいはいはい、今みたいな感じになっております。なるほどなるほど。はい、実際佐保さんはこれをやってなんか一番良かったことは何ですか。洋服を選ぶとに選択肢を最初から絞るようになりました。うん、なるほど。あ、確かに服とかお店に行くともうたくさん種類というか選択肢があるけど、そうなんです。佐保さんがこれをやったことによって、まあ、色合いだったりとか、うん、まあ、そういうので選択肢が狭まったから結構買い物とかも楽になった。あ、そうなんです、まあ、以前は本当に黒ばっかりにしてたので、うん、選択肢自体は黒だった、はい、もともと
黒一択みたいになってたんですけど、はい、でもその時よりも今の方が選択肢は広がったけど楽しいんですよね、うん、ああなるほど、服選びとかコーディネートとか そうなんです、はいはいはい、前はこうちょっとまあ黒みたいな、はいはいはい、まあ、黒とりあえず黒ってなっていったのが、はい、ちょっとこう選ぶ楽しみを入れつつ、はいはい、でも無駄はあまり取りしたくないっていう、はいはいはい、絶妙な感じということですね、はい、ありがとうございます、はいはい、では続いて7個目のお気に入りのものは、次洋服なんですけれども、はい、ちょっとこちらを見ていただいて、はいはいはい、すごく使われてる方多いと思うんですが、うん、これではなくて、はい、あ、奥のインナーダウンですね、ユニクロのものですけれども、お、はい、これ買ったの多分1年前ぐらいで、確かセールで安く買ったんですけど、うん、はい、これを買ったことによって冬用のオーバーを買わなくなりました、はい、それそんなあったかいんですか。そうですね、これがまあ秋用ぐらいで薄いんですね、これペラペラなんですけど、はい、うん、これを着て上にこれを着れば、私はこの冬は、まあ、ちょっと今年の冬は暖かかったのがあるんですけど、はいはいはい、でも多分大丈夫だと思います。あの実家、うん、あの東北なんですけど、はい、実家に帰った時もこれで大丈夫でした。だからもう寒さ対策になって、そうです、ね、衣類をちょっと減らせたみたいなところもある。あ、そうですそうです、冬物のオーバーってかさばるじゃないですか。確かにそうなんですよ。まあ、とりあえずこの冬は乗り切れたっていう感じですね、うん、なるほどなるほど、うん、あと軽そうですよね、あ、これユニクロだから、はい、はいはいはい、ありがとうございます、はい、では続いて8つ目のお気に入りのものは、はい、これがですね、はい、これものか、はい、これですね、この、はい、お花、こっちですね、一輪出しのこのお花です、はい、これ去年の冬ぐらいから、はい、ふとした時に、はい、ちょっと部屋に、うん、癒しというか、何かちょっと置きたいなと思った時に、はい、一回観葉植物を置いたことがあったんですけど、はい、うん、この部屋には適してなくて、日当たりとか、あ、なるほど、合わなかったんですね、うんうん、でじゃあどうしようかなって思った時に、はい、一輪挿しに一つだけお花を入れるっていうのがマイブームで、それがまだ続いてるっていう感じなんですけど、なるほど、これ本物ですか。あ、これ本物です。偽物だと思った。本物ですよ。あ、そうなんですね。本物です。この花はだいたいどれぐらい持つもんなんですか。あ、でも今寒いからか、うん、1週間から10日ぐらいは、あの毎日お水を変えれば持ちます。で、まあ1週間とか10日ごとにお花を変えていく。で、そうです。私大体同じお花屋さんで買ってるので、はいはいはい、多分店員さんに一輪だけ花をかぶしたなるほど、覚えられた、思われてると思います。大体同じ店員さんなので。なるほどなるほど。ちなみになんかお花を選ぶ基準とかはあったりとかするんですか。あ、結構ガーベラが多いんですけども、花束にしちゃうと、はい、ちょっとあのコスパ悪いじゃないですか、はい、なので基本は一輪が良くて、こうミニマリズムっぽい、確かにそうですねっていうところがいいのと、はい、あとはこっちなんですけれども、はい、これ花瓶ではなくて、あのジュースの瓶なんですね。なるほど。でスタートした時に、はい、初めからこう花瓶を買ってしまうと、うん、途中でもし自分のブームが終わった時に、うん、花瓶を行き場所なくなっちゃうじゃないですか。確かに。なので手軽に始めて手軽にやめられるように始めたんですよ。なるほどなるほど。でも意外にこのシンプルな瓶が結構お気に入りで、うん、長く続いたと、そうそういうことですね、はい、もしブームが終わっちゃったらこの子はリサイクルに出せばいいので、うん、なるほどなるほど、はい、ね、だから本当に家に緑があるとか自然のものがあるとね、うん、一つお部屋に癒しというか彩りがあって癒されるから、はい、そういうのも結構おすすめってことですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。続いて9つ目、お気に入りのものは。9つ目がですね、はい、この下にあります。こちらですね。はい、それは何でしょう。これ無印良品のものなんですけれども、はい、照明です。で、はい、今これ充電されしている状態で、うん、こう取ると、おまあ、明かりがつくんですが、はい、私の普段の使い方としては、はい、寝る1時間ぐらい前ですね、このメインの照明をつけずに、はい、少しこう睡眠の質を上げようと思って、はいはいはい、寝る直前までこう明るい照明だと寝にくいっていうことですか、はい、そうですね、そのためのまあ間接照明として買いました、なるほどなるほど。で充電式で、これあの防災対策にもなる。そうですね、なりますね。で
これ30分だったか1時間だかでこういう風にセットすると自動で消えるので、はい、おあ便利ですね。あそうですで本当に寝るときは近くにこれを置いて、はい、ちょっと明るい少しだけ明るさを作って、はい、でも勝手に30分だったか1時間だかで消える、うん、でお朝になれば消えているのでこの状態をまた朝元に戻すっていう感じです、はいはい、おなるほどなるほど。でいいですね。すごいミニマル。はい。っていう。これ引っ掛けるタイプなので、はい、もう掛けようと思えばこういうところにも吊るせたりもするので、はいはい、いろんな用途、いろんな用途に合わせて使えるかなと。はいってことですね。はい、場所も取らないし、はい、ありがとうございます。では続いて10個目のお気に入りのものは、はい、ちょっとまたクローゼットに戻るんですけれども、はい、それが。このクローゼットの中って大体が実は無印良品の収納で作られていて、これらが全体的に私の中でお気に入り。すごいですね。でも全部どこ見てもすっきり収納ですもんね。そうですね。この辺これは違うんですけど、はい、この辺のカゴ、はい、引き出し、はい、また箱、うん、でここにある、はい引き出し、はい、でお掃除用具コロコロそうですね、はい、であと下のここも全部無印良品の収納の引き出しを使ってます。なるほどなるほど、うん、ちなみになぜ無印良品の収納を選ぼうと思ったんですか。やっぱりこう無印良品って商品数が多いじゃないですか、うんはいはい、で同じところで買うと統一感が、うん出て、うん、合わせやすいんですよね、サイズとかが、はいはいはい、でそうするとやっぱり無印良品のこのシンプルな形と、うん、豊富な商品数みたいなものがいいなと思って、うんはいはい、あとはちょっとミニマリズムっぽい、うん、確かにそうですね。結構ミニマリストの方ね無印良品使われてる方多いと思うので、はい、私もちょっとそれに影響を受けて、はいはいはい、で買っていったっていう感じですね。なるほど、うん、でも確かになんかこういう収納とか統一にすることによってまずシンプルに見えてすっきりするし、かつなんか他のものが入ってきますよね、うんうん、例えば洋服とかもそうだし、そうですね、カバンとかいろんなものが、うん、そうだからそういう意味でもなんかすごいいいなって思いましたね。僕自身もちょっと今後無印収納で合わせていこうかなぜひぜひはい、ありがとうございます。結構佐穂さんの家は無印収納も多いですよね、多分あの辺も。そうですね、はい、なんだかんだ、うん、ちょっとずつちょっとずつ、はい、だからやっぱ増えていきましたね、うん、すっきり収納でいいですね、うん、はい、はい、では最後11個目のお気に入りのものは、はい、それはちょっと玄関でございます。はい、はいラストがですね、はい、ちょっといろんなところにあるんですが、うん、吊るす収納系のグッズたちですね。 お風呂でいうとこの、うん、ここにかかっている、はい、カミソリを引っ掛けているもので、はい、玄関だと、うん、これですね、このおこれですね、はい、はいはいはい、でさらにキッチンにあるんですが、はい、こちらですね、おこの洗濯バサミみたいな、そうですそうです、こちらですね、はい、やつですね。これそれぞれ買ったところは同じですか。はい、これ確か全部100円ショップですね。お、うん、ちなみになぜこの吊るす収納がお気に入りですか。どうしても 1K っていう狭さなの で、うん、でそこに2人で暮らしてるので、うん、ちょっと生活感は出ちゃうんですけれど、はい、こういうのを使うことによって収納力が上がります。はいはいはい、であとさらには吊るす収納なので宙に浮くので掃除がしやすい、うんはいうん、確かに置かないってやっぱりいいですよね、はい、大事ですねそう掃除が楽になるし、うんうんうん、そう広く見せるポイントでもありますもんね。そうそう床面積をなるべく広げるっていう意味でも、うんはい、っていう意味で吊るす収納のものがお気に入りっていうことですね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、でちょっと佐穂さん僕気になったんですけど、はいはい、こちらのキッチンでもう普段料理してるってことですよね。はいはい、2人暮らしで狭くないですか。狭いですか。はい、なんかこの辺で僕ちょっと気になったのは、はい、まずこのキッチンペーパー、うんうんうん、これも吊るす収納の一つだと思うんですけど、あ確かにそうです、ねはい、これも100均ですか。そうです、100円ショップでこういう風になっていて、おキッチンペーパーを
浮かしてここに立ってます。これ突っ張り棒なんですね。あ、そうです。よく見たら実は突っ張り棒で簡易的な棚を作ってます。なるほどなるほど。だからもう小さい暮らしならではでもこういうねスペースも有効活用して、そうですね、突っ張り棒で突っ張って物を置いてみたいな感じでやってるわけですね。はい、ですね。はい、であとこれちょっとミニマリストっぽいなと思ったのがこの食器ですね。あ、これ全部同じ色なんですね。あ、そうです。これは私が実家を出るときに、うん、はい、ニトリでこれは買ったんですけど、あ、ニトリなんですね。そうなんです。これ同じ色というか統一した理由ってあるんですか？うん、この実家を出る引っ越すタイミングで買ったので、はい、一人暮らしの時に揃えるっていうので、うん、はい、同じのがいいなと思って、はい、なるほど。ニトリで買いました。はい、これちなみに彼氏さん何も言わないですか？同じ色とか何にも言わない。なるほど、そうなんですね。まあでも同じ色だからなんかすごいすっきりして見えますよね。そうですね、色がバラバラだとちょっとあれですけど、うんうんうん、はい、っていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか？今回の動画でご紹介させていただいたサホさんのお気に入りのアイテムで、まあ、後でちょっとリンクいただくので、まあ、見つかったものはこの動画の下にある概要欄の方に貼っておきますので、もし気になったアイテムがあればそちらをご覧いただければと思います。ということで今回の動画は終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。